春馬富士じこは、モンゴル国語ビアルタイ出身で伊勢ヶ浜部屋に、所属していた、元大相撲力士、第70代横綱。本名は、ダワーニャミーンビアンバドルジ、愛称はアマ。2008年、11月場所までの嗜名は、アマこ平。へ平の名は、自身が、日本の父とした後援会長の小牧こ平に、ちなんだ。実際に生まれ育ったところは、ウランバートル市内であるが、 取り組み前の場内アナウンスでは、ジップレグジーブーギーンダワーニャムの出身地である、ゴビアル体験を自身の出身地としていた。身長185センチメートル、体重137キログラム、血液型 O 型。特異種は右四つ、より、インタビューの際の口癖は、お客さんを喜ばせる、激しい相撲を取りたい。好きな言葉は、全身全霊、なんでやねん。 2017年11月場所3日目より休場。場所後引退。締め込みの色は引退時で黒。番付的には最高位に上り詰めたが、一方幕内では一を争う軽量の力士であった。尊敬している力士は、同じく軽量だった元を大関、初代高野花。稽古熱心な力士として知られており、ビデオで初代高野花の相撲を研究していた。 2012年7月場所の時期からは、元横綱、千代の富士の相撲を参考にしていることをしばしば語る。非常に強気な面が目立つ力士であり、物おじしない言動が随所に見られた。すでに三役に定着していた2007年9月場所では、新入幕にして優勝争いを展開する新鋭の高栄道の挑戦を送り釣り落としの大技で退け、 三役を舐められては困ると三役常連としてのプライドを示した。同年、十一月場所にも全部勝ちたい。負ける相手はいないと思っていると、強き一辺倒の姿勢で臨み、見事に場所連続の二桁勝利を挙げて大関取りの足固めをした。2008年1月場所前の横進の稽古総見でも、復帰した朝昇竜と白鵬。このような前向きな姿勢と、 場所ごとに力強さを増す取り口などから強力な大関候補として期待されていた。自身のかつてのブログのタイトルにもあったように、真っ向勝負を心情としていた。体の重心が低いところにある上に、足腰が非常に強く、変化を食いにくく、土俵際での粘りもある。立ち合いが鋭く、相手に突き刺さるようであると形容されており、旭山からも絶賛されている。 現代の力士の中では相対的に軽量であるにもかかわらず、突き押し相撲は出足が鋭く腕がよく伸び相手をまっすぐに土俵外に出すことができるほどの力があった。回しを取っての投げも白鵬を下すほどの鋭さを誇っていた。また肩が非常に柔らかく他の力士では考えられない位置から回しを取ることができた。対白鵬戦では特にこの特徴が発揮され、 上手を与えず、攻め続けることもあった。調子の悪い場所では低い立ち合いは行わず、立ち越しで上手を取りに行き投げから攻めていた。大関や横綱に昇進した頃の春馬富士は、右からの突き放しが強烈で、立ち合いから突き放しで相手を圧倒しての二の矢の、スピードが持ち味であった。2017年の時点では、右肘の怪我から突っ張りが思うようにできないものの、 立ち合いの鋭さでそれをカバーしていた。同時点では、突っ張れない時は前、回しを取って対処していた。大関昇進前は、真っ向勝負のイメージを逆手に取り、立ち合いの変化を使うことも多かった。2005年11月場所9日目のことを終戦では、負けたものの、変化はしたくなかった。これからも対戦する相手だからと語るなど、真っ向勝負を匂わせる発言をしていた。 相手が変化を警戒しないので非常に決まりやすいため、実際には多くの取り組みで変化を用いていた。また2008年9月場所は12勝を挙げたが、勝ちに行く相撲を取っていたために変化が目立っており、客席からも冷ややかな声があったという関富士の取材に答えている。ところが、大関取りとなった翌、11月場所では変化を用いることなく13勝し、大関昇進を果たしている。 しかしながら、2009年5月場所では11日目の、稀勢の里戦で立ち合い変化し取ったりで勝利を収めるなど、大関となった後も、完全に変化を捨てたわけではなかった。この取り組みでは、全勝と一い,いの対戦で熱戦が期待されていただけに、館内は落胆の声に包まれた。しかし、横綱に昇進してからは変化らしい変化は影を潜めた。また、 三役定着の頃から、上位陣には闘志を剥き出しにして強さを発揮するものの、時に同等以下の力士にあっさり取りこぼしてしまうことがあり、大関、横綱になった後も、なお完全には改善されなかった。その軽量や注文相撲、何より外国人力士という境遇、さらにしばしば上位を苦しめる網二式と同じ部屋である、ために綱取りに際しては、厳しい意見が飛び交い。 横綱審議委員会の内立紀子に至っては2009年7月場所前に2場所連続で優勝すれば横綱昇進というのであれば横綱はいらないと発言し春馬富士の綱取りには極めて高レベルな成績が要求されたこうした横綱の逆風に合う中2012年9月場所に手2場所連続全勝優勝を決め見事横綱昇進を果たした 二場所連続全勝優勝での横綱昇進は、1994年11月の高野花以来実に18年ぶりのことである。横綱昇進以後も持ち前の集中力と鋭い立ち合いや素早い攻めで白鵬に次ぐ存在として、各界を引っ張っていた。しかし、界の力士に取りこぼす癖は改善されておらず、金星を配給してしまうことも多かった。 特に三日目は春間富士にとって疑門と言われており、特に平成二十八年春場所から平成二十九年の春場所に至るまで、実に七場所中六場所で三日目に黒星を喫している。平成二十九年の夏場所では勝利している。逆に場所が進むにつれて調子を上げていく傾向があり、平成二十八年名古屋場所のように、序盤、中盤に平幕相手に星を落としていながら、 優勝争いを展開する相手を直接対決で、自ら引きずり下ろし、優勝をさらうこともあった。調子の波が激しい部分があり、良い時は横綱に昇進した場所のように全勝して、相手を圧倒していくが、調子が悪い場所では、序盤で大きく星を落としてしまうことも散見された。優勝回数9回、内全勝優勝3回は、歴代横綱と比較しても、上位の記録だが、 全六場所のうち春場所だけ優勝経験がない。警察官であり部婦の国家座案だった父親の下で三人兄弟の末っ子として育つ。幼少期から兄と相撲を取ることが遊びで兄に負けても悔しがる負けん気の強い子供であった。ウランバートルの柔道クラブにも通っており、後の朝昇龍や朝赤龍、自転空らと稽古した。一方、現在も 趣味の絵画では、この頃、机に座って何時間も黙って描き続けていた、という集中力のある一面もあり、小学校時代には、絵のコンクールで入賞した経験もある。15歳の時には早くも、個展を開いた。曲集山の活躍を、テレビで見て、2000年7月に、曲集山の部屋の先輩にあたる安治川親方が、モンゴルで開いた、相撲大会に出場。 全体で100人近くいた、日本の大相撲志願者の中で、彼に成長欲を感じた親方がスカウト。父親が、うちの子は泣いても帰らないから大丈夫です、と親方に、いい、これを聞いた親方が即決した。2001年1月に、天野志仕名で、初土俵を踏み、翌、3月場所で早くも序の口優勝を果たした。その平成13年春場所では10日目に行われた。 序の口の取り組みで松が寝部屋の序の口、三池山と対戦して、上手出し投げで勝利している。2002年3月場所には3段目優勝を果たした。2004年3月場所には前相撲から20場所で、新十両を決めた。同年の9月場所には11勝4敗で十両優勝を果たした。翌、11月場所は、新入幕で、13日目に、北東力を破り見事に勝ち越した。 2005年1月場所では、13日目に、同じモンゴル出身の浅瀬気流を破って、勝ち越しを決めていたものの、翌14日目に前半戦の取り組みで痛めた、微底骨部分の、伝武能用との診断を受け、入門以来初めて休場届を出した。翌3月場所、成績は9勝6敗と2桁勝利には及ばなかったものの、相撲内容を高く評価されて、 技能賞を初めて受賞した。七月場所では六勝九敗と幕打ちで初の負け越しとなる。九月場所は三日目の朝昇竜横綱土俵入りで初めて梅雨払いを務めている。二0六年一月場所十三日目、前場所の初対戦で送り釣り出しを食らった相手である朝昇竜を上手投げに破り、初めての金星を得た。この金星は朝昇竜にとって、 幕内戦績100敗目だった。翌3月場所は東前頭2枚目に上がって帰ろうとことをしうのに、大関をそれぞれ引っ掛けと足取りで下して8勝7敗と勝ち越し2度目の技能賞を受賞した。翌5月場所は新小結びの座を射止めたが4勝11敗の大敗に終わった。2006年9月には、 平幕中くいながら11勝4敗の成績を上げる優勝時点の高成績で初めての関東賞を受けた。2007年1月場所14日目に朝昇流を星一つの差で追っていたと野島を骨まどりの決まり手で破る援護射撃を果たし朝昇流の20回目の優勝に貢献した。取り組腰宅部屋に戻り朝昇流に再敬礼。部屋一門を超えた モンゴル人同士のつながりの深さを見せた。自身も先週楽に、稀勢の里を破って10勝5敗と2桁勝利を挙げた。翌、3月場所に小結び復帰を果たし、初日に、それまで4度の対戦で一度も勝てていなかった、千代大会を初めて破るなどの活躍で、8勝7敗と、3役で初めて勝ち越した。この場所親戚分けのこと正義区が7勝8敗で、 負け越し、関分けのポストが空いたため、翌、5月場所は、新関分けとなった。この場所、千秋楽に、12勝を挙げていた朝関流を、破り8勝7敗と勝ち越しを決めた。これ以降、三役に定着することになる。7月場所は7勝8敗と1点の負け越しで、小結びに下がる。翌、9月場所は、初日に、横綱白鵬との8度目の対戦で、 首投げにより始めて、白鵬を破った上に、12日目には、新入幕で優勝争いの単独トップに立っていた、豪栄堂を送り釣り落としで破った。自らも13日目終了時点で、白鵬と一差につけるが、その後連敗し10勝5敗に終わった。しかし、横綱を破った相撲等が評価されて、初めての四勲賞を受賞した。ただ、 兄弟子の阿弥キと同郷の朝赤流の両関分けが勝ち越したため、関分け復帰はならなかった。翌11月場所は8日目に横綱、白鵬を下手投げで連勝し、2度目の四勲賞を受賞した。ただ、14日目に白鵬を星一つの差で追っていたバルトを破って、結果的に白鵬の優勝を援護している。この場所も10勝5敗であり、 連続の10勝でいよいよ大関取りの機運が高まった。初めての大関取りの場所となった2008年1月場所10日目に横綱、白鵬を上手投げで破りたい白鵬3連勝を果たすも初日にベテラン、土地のなどの突き落としに屈するなどこの時点ですでに6勝4敗であった。翌11日目、時点空に破れて5敗目を喫してからは12日目の 木瀬の里戦、13日目の宮城山戦と2日続けて、立ち合いの変化で勝ち、2桁勝利に望みをつないだものの、14日目の朝関竜戦では逆に立ち合い変化からの足取りで、破れ6敗目を起死した。9勝6敗に終わり大関取りは振り出しに戻って、しまったが、この場所で、唯一白鵬を破ったことが評価され、先週楽の結果に関係なく、白鵬が優勝すれば、 受賞という他力条件を満たす形で3場所を連続で、勲賞を獲得した。翌、3月場所は、11日目に7敗目を起死後が、亡くなった者の,の8勝7敗と何とか勝ち越して、関けの座を維持した。次の5月場所には10日目に4度、白鵬を破ったほか、地代大会とことみつきの2大関を下し、9勝6敗と2桁勝利とは、 ならなかったものの相撲内容が評価されて3度目の技能賞を獲得した。7月場所は中日まで7勝1敗と優勝争いに絡むが9日目の和歌の放戦で不運な負けを喫し、その際に左膝を痛めた。結局10勝5敗に終わったが2場所連続4度目の技能賞を受賞をした。翌9月場所では2日目に各流を前に苦敗をなめ、 10日の白鵬戦は意地を見せつけられるも13日目まで2敗で優勝候補に名前が挙がっていた。しかし14日目に豪栄道に敗れ3敗を喫した。その日のうちに白鵬が古都欧州に勝って優勝をさらわれてしまった。それでも12勝3敗の好成績を上げたほか途中休場した朝昇龍から通算2勝目を上げるなど 白鵬以外の上位陣を総なめしており、四度目の主君章を受賞した。そして、再び大関取りの後期を迎えることになった。2008年11月場所の最大の焦点は、当然、天の大関昇進であった。ところが天は、序盤では制裁を欠いた。三日目に、稀勢の里に、四日目に、豪栄道に敗れ2勝2敗となったので、一時は、大関取りが危ぶまれた。 しかし5日目からは立ち直り、途中休場した海王を除く大関を総なめにする活躍を見せ、12日目には横綱、白鵬に動きで勝りした手投げで下すなど11連勝。初日に網二式に敗れた白鵬とは2敗で先週落まで並走し、優勝争いを繰り広げた。最終的に十三勝二敗の好成績を上げ、白鵬との優勝決定戦にもつれ込んだが、 1>, 1分25秒の攻防の末に頭を押さえつけながらの強引な上手投げで敗れて優勝は果たせなかった。両者ともに力を出し切った熱戦に NHK 大相撲中継の先週楽の解説者だった北野富士も甘も強くなったなぁとうなった。11月26日、11月場所の相撲内容が高く評価され、相撲協会の臨時理事会で満場一致で 大関昇進が決定。昇進伝達式が行われ、その場で仕込めを甘から春馬富士と改めることが発表された。伝達式の際は、謹んでお受けいたします。今後も、全身全霊で相撲道に精進します。本日はありがとうございましたと向上を述べた。2009年新大関の2009年1月場所では、初日から4連敗を喫し、 昭和以降の新大関の昇進直後の場所での初日からの連敗記録を塗り替える。その後は3勝6敗と黒星が先行した後、10日目に横綱、白鵬を破って勢いづきを連勝して14日目にようやく勝ち越しにこぎつけた。先週楽ではバルトに敗れ、8勝7敗に終わった。3月場所も初日に苦手のこと将棋区に敗れ。 大関昇進後に場所を連続の黒星スタートとなった。二日目からは土俵際の逆転の連続で辛くも4連勝したが、中日までに、こと昇岐区、土地王山、角竜と平幕力士ばかり3人に敗れて5勝3敗となり優勝を争いから脱落してしまう。しかし、10日目に朝昇竜を破り、13日目に勝ち越しを決めて10勝5敗で、終え、大関になってからは、 初めての二桁勝利となった。五月場所では、初日から十二日目まで、自身初の十二連勝を達成するが、全勝対決となった十三日目の横綱、白鵬戦では、白鵬に裾払いを決められ初黒星を起死した。だがその後は、十四日目に横綱朝青龍千秋楽に大関こと、欧州を下し自身最高の十四勝を一敗を挙げ、 こと欧州に敗れていっぱいとなっていた白鵬との優勝決定戦にも連れ込んだ。その優勝決定戦では、横綱、白鵬を下手投げで破って本割の雪辱を果たし、初の幕内最高優勝を推薦。伊勢ヶ浜部屋としては、約40年ぶりの優勝力士となった。翌、7月場所は、綱取りをかけて臨む場所となった。しかし3日目に、苦手のこと将棋くに圧倒され、 5日目には、アランの土俵際の叩きに屈して2敗となり、残りすべてを勝って優勝しない限り綱取りは難しくなった。しかし9日目に、地元場所で校長だった琴光つきに敗れ、13日目には、朝昇竜に、幕内では34年ぶりとなる、倉投げを見舞われて4敗目を喫し、ここに綱取りは、夢と消えた。さらにその後も優勝を争う白鵬と、 こと欧州に連敗し、9勝6敗と2桁勝利すら、果たせずに場所を終えた。その後も9月場所と11月場所は、発熱や足の怪我の影響もあって、共に9勝6敗となった。2010年明けて2010年1月場所は、早々に3敗を喫したものの、12日目に、白鵬を下す活躍も見せ13日目までは一敗で、単独トップの朝昇流を星の差2つで追っていたが、 14日目の朝昇竜との直接対決で下手投げで敗北、朝昇竜に優勝を堅上する羽目になってしまった。結果10勝5敗に終わったが4場所ぶりの2桁勝利となった。続く3月場所は初日から7連勝したものの8日目に苦手のこと昇岐区に敗れてからは失速2場所連続の10勝5敗だった。翌5月場所は 直前に膝を痛めた影響もあってか、初日、二日目と連敗スタート。その後7連勝して立ち直ったかに見えたが、10日目に初対戦の白馬に不覚を喫し、また終盤3連敗で、結局9勝6敗に終わった。7月場所も膝の怪我が感知せず、序盤6日目までに4敗を喫する苦しい立ち上がりとなったがその後持ち直し、白鵬には敗れたものの、 他の大関陣には勝ち、3月場所以来の2桁勝利となる10勝5敗で取り終えた。9月場所は中盤で崩れて優勝争いから後退し、8勝7敗に終わった。11月場所は場所前から体調が不十分であり、初日から自分の相撲が取れずに3連敗を喫して4日目から休場した。2011年自身唯一の大関カ番となった2011年。 1>, 1月場所は休場の原因となった怪我の治療のため、場所前の本格的な稽古が遅れることとなった。そのため、5日目から連敗を喫するなど制裁を変えたが、13日目に海洋を破り勝ち越し、カド番を脱出した。最終的には14日目、千秋楽と連敗して8勝7敗に終わった。翌5月技量審査場所では中日までで4勝4敗と苦戦したが、 後半は6勝1敗と大きく勝ち越し10勝5敗と2桁勝利を挙げ、12日目はこと正儀苦戦の連敗を6で止め、13日目は白鵬の連勝を止めるなど存在感を見せた。7月場所では大関昇進当時を思わせるような立ち合いの鋭さと早い攻めの相撲が戻り、全勝で迎えた14日目に1敗の白鵬を破り、 白鵬の8場所連続優勝を阻むと同時に、自身2度目となる優勝千秋楽を待たずして決めた。しかし翌日の千秋楽で、稀勢の里に、突き落としで敗れ、全勝優勝はならなかった。翌、9月場所は2009年7月場所以来2年ぶり2度目の、綱取り挑戦だったが、場所前に、伝武農業の悪化により十分稽古を積めないまま、場所入りとなる。初日の豊の島戦は、 物言いのつく際どい取り組みながら、過労死手掛け投げが決まっての白星発進だったが、二日目の沖の海戦では、土俵際で突き落とされて、初黒星。その後も四日目の豊か新商戦、五日目竹風戦と、深くお取り早々参拝を喫し、優勝争いからも完全脱落して二度目の綱取りは、消滅。 12日目にようやく勝ち越しを決めたが、終盤3連敗を喫して、結局8勝7敗に終わった。翌、11月場所も不調で7日目に3勝4敗と、黒星が先行、13日目に勝ち越したが2場所連続の8勝7敗と、振るわなかった。2012年2012年1月場所は、初日から5連勝と、高スタートを切ったが、6日目に各流。 11日目には全勝だったバルトに敗れ3敗に交代。12日目には1敗の白鵬を3場所ぶりに送り出しで下したが、先週楽に勝ち越しをかけたこと将棋区に敗退して11勝4敗と、まずまずの成績だった。同年、3月場所は、初日から4連勝と先場所に続いて、高スタートを切ったが5日目に、吉風に敗れ、7日目に、角竜に敗れ2敗に交代。 12日目まで10勝2敗と優勝争いに加わっていたが、13日目にバルトに突き出されて3敗となり優勝争いから脱落2場所連続の11勝4敗だった。5月場所は取りこぼしが多く、先週楽結びに白鵬に勝ってようやく8勝7敗と勝ち越しを決めた。7月場所は初日から14連勝で先週楽を迎え、 同じく14戦全勝の白鵬に勝ち、自身初の全勝優勝を果たした。7月場所の千秋楽の取り組みでは、白鵬が右差しを狙ったが、春馬富士は左から追っつけて許さず、一度右から突き起こして、左上手を取って頭をつけて右ベタも取る。白鵬は左から追っつけて出ようとしたが、春馬富士は左上手投げからの寄りを決めた。九月場所は、 自身三度目の綱取り挑戦となった。この場所も初日から14連勝と好調で、千秋楽にいっぱいで追っていた白鵬を熱戦の末、下手投げで破り、2場所連続で全勝優勝を果たした。大関での2場所連続全勝優勝は、双葉山、高野花以来史上3人目の快挙。また、千秋楽の勝利で連勝が31となった。 9月場所後の9月24日、横綱審議委員会において、出席委員の満場一致により横綱に推薦することを決定、事実上70人目の横綱誕生となった。翌25日、横綱土俵入りが、師匠の伊勢ヶ浜親方と同じ、知らぬ日と決定された。知らぬ日形の横綱が複数人同時に在位するのは、大相撲の歴史上初めてとなる。 なお、大関在位数は22場所を数えたが、これは、こと武蔵丸、若の花に次ぐ史上4位のスロー昇進記録である。2012年9月26日の、日本相撲協会番付編成会議並びに、理事会において、正式に横綱昇進が決定された。それを受けて伊勢ヶ浜部屋で行われた、昇進伝達式では春馬富士は、横綱を自覚して、 全身全霊で相撲道に精進しますと死者に対して、向上を述べ、一日一日しっかりと行きたいと、各界の最高位についたものとして意気込みを語った。2012年11月場所より横綱に昇進し、16、場所ぶりに白鵬と共に東西に並び立つ形となる。その11月場所初日の横綱土俵入りでは2度目の思考を踏んだ際に、右膝へ添えた右手が滑ってしまい、 会場の笑いを誘った。解説者の北野富士勝昭は、初々しい土票入りと表現した。しかし、この場所は二日目に、沖の海に敗れ早くも、金星を献上してしまうとともに、平成24年5月場所千秋楽から続いた、連勝は、32でストップした。その後は白星を重ね9日目に勝ち越したものの、終盤11日目から千秋楽まで5連敗を、 喫してしまい、一桁勝ち星の急勝6敗の不振に終わった。なおこの場所前の10月2日には、右耳が腫れて、頭痛を訴えて、病院で診察を受けた様子が報じられており、遺跡浜曰く、かねてよりの持病で、年に3、4回耳に脳が溜まるという。2013年2013年1月場所は、前場所から一転して、絶好調を維持し、初日から順調に白星を重ね、 千秋楽も白鵬を破って、自身3度目の15戦全勝で締めくくった。3月場所は、初めて、東横綱の地位に着いたが、3日目に、前頭筆頭の高安に突き落とされて、連勝は17でストップ。さらに、同2枚目千代大流に、同4枚目豊ノ島と次々に破れ、早くも、中日で平幕3人に金星を配給してしまう。 11日目の関分け、合栄道戦で勝ち越すも13日目から3連敗、横綱3場所目で2度目の9勝6敗に終わった。特に千秋楽では白鵬に対し、史上最多となる9度目の全勝優勝を許してしまった。なお15日制以降、横綱昇進後3場所すべて解禁で、うち2場所が1桁勝利の横綱は、春馬富士が史上初めてとなる。 5月場所も、両、足首痛と右肘の不調で、稽古不足の状態のまま迎え、早々2日目に、前頭筆頭の妙義龍に押し出されて、再び金星を献上。さらに5日目に、小結土地王山に、片透かしで敗れ序盤で2敗を起死してしまった。その後はおおむね立ち直っていったが、12日目には、稽の里に、寄り切りで乾杯して3敗となり優勝争いから、 脱落、先週楽は白鵬に寄り切られて11勝4敗に、とどまった。7月場所も3日目高安に早々金星を配給、中盤3連敗を起死し10日目で6勝4敗となり、途中九場も危惧されたがその後は立ち直り、先週楽は白鵬を3場所ぶりに一方的に押し出して、かろうじて2桁勝利の10勝5敗に乗せた。九月場所も二日目に早々前頭非頭の、 正宝山に押し出されて、金星を供給し初黒星。四日目には、前頭二枚目の壁山にも押し出されてしまい、自身九個目の金星を配給した。その後七連勝したものの十二日目に、稀勢の里、翌十三日目に、琴正菊と両大関に連敗し、優勝争いから脱落した。先週楽も白鵬に敗れて二場所を連続の十勝五敗に、終わった。 とはいえ9月30日の横審による定例会では足の怪我を抱えて序盤に2敗したものの解禁して盛り返したことが評価され、内山人志委員長が来年一杯まで激励せず流し的に見守ると説明したのをはじめとして横審内で同情的な意見が多く寄せられた。11月場所は4日目に師匠の伊勢ヶ浜が胃の検査のために休場しただけでなく、 当初脳拘束の疑いも報道されるといった、穏やかでない状況に置かれた中、療養中の師匠を元気づける活躍を果たした。初日から十二連勝と久々に快進撃を続け、十三日目に、大関木瀬の里に寄り切られて、初黒星を喫したが、白鵬も十四日目に、木瀬の里に敗れたことにより、千秋楽の横綱対決は一敗同士の相星、決戦となった。 その一番は、正面土俵に白鵬を追い込み、たまらず白鵬の足が俵を割ったのを見た。勝負審判が手を挙げ、行事の木村翔之助が両者の動きを止めて、春馬富士に軍配を挙げた。これにより、1月場所以来となる6回目の幕内最高優勝を果たした。2014年2014年1月場所直前には2013年下旬において、 ランニングの最中に滑って足をひねったことが原因で慢性的に抱えていた左足首痛に追い打ちがかけられ人体損傷まで疑われる段階まで悪化していると報じられその時点で左足首の状態について伊勢ヶ浜も本当ならギプスをしないといけない人体が断裂している部分もある直して体調を整えてやらなきゃいけないと話していた 2014年1月8日の明治神宮での放納土俵入りに参加したものの結果としてこの1月場所は初日から全球する運びとなった。自身にとって初土俵以来初めての全球であり、全場所優勝力士の球場は2007年7月場所、優勝後に巡業を休んでサッカーに興じ2場所出場停止処分を受けた朝昇龍以来となる。 球場明けの3月場所の前の出稽古では各竜に圧倒されるなど状態は決して万全とは言えなかったが、初日から11連勝し無敗の白鵬と共に優勝争いの先頭を走っていた。しかし12日目に各竜に送り出され初黒星を喫し、13日目の豪栄道戦も敗れた。そして14日目にこと正区のガブリ寄りに屈指3敗目を喫し、 優勝争いから脱落した。先週楽の結びの一番で白鵬を寄り倒したが、同時に自分の手も土についた。軍配は春馬富士に上がったが、物言いの末に取り直しに。取り直しの一番で白鵬を破り、十二勝三敗で場所を終えた。翌5月場所は、第71代横綱、鶴竜が昇進し三横綱となったが、横綱三人全員が、 モンゴル出身力士となるのは大相撲史上初めてとなる。同年9月場所は4日目の吉風戦で曲げつかみによる反則負けを起死。これにより横綱の地位で2度の反則負けという史上初の不名誉記録を残してしまった。11月場所は11勝4敗とまずまずの成績を収めたが、先週落の翌日である11月24日に開かれた横新の会合では、 横綱たるもの2敗、悪くても3敗でしょうと厳格な評価を下された。2015年2015年1月場所は、白鵬らと共に初日から6連勝も、7日目、上高流に初黒星。11日目には、壁山にも敗れ、13日目各流、14日目、白鵬と連敗し11勝4敗。3月場所は3日目一の乗船で早くも黒星。 8日目、土地の新、9日目豊ノ島と2日連続の不覚で、優勝争いから脱落し、結局10勝5敗に。翌、5月場所も12日目までにすでに4敗を喫し,しまたも、優勝争いから茅野の外だったが、先週楽に、モンゴル出身で、同伊勢ヶ浜部屋の弟弟子、当時関脇の照ノ富士と最後まで優勝を争った、白鵬を先週楽に寄り倒し、 照ノ富士の幕内初優勝と、同場所後大関昇進のアシストに貢献を果たした。なお、優勝パレードの騎手は、優勝リー騎手より、番付が、下の者が務めるのが通例であるが、春馬富士は自ら志願して、騎手を務めた。その5月場所後の5月26日、慢性化した右肘の有利関節の手術を決行。 5月31日には、九十親方の管暦土俵入りの梅払いを務めた。次の7月場所に強行出場をしたが、初日で、妙義流で勝ちながらも手術した右肘を土俵に、下高たたに打ちつけてしまい、二日目より、右肘外側即副人体損傷で、約1ヶ月の安静、休務課療様子との診断書を提出して、途中休場。翌、 9月場所も右肘の怪我の回復が思わしくないため、11月場所は2日目に、大砂嵐に破れ、2013年と並ぶ自己ワースト8個目、通算23個目の金星を許す。その後は連勝し、13日目に、白鵬を寄り倒しで破り、白鵬と一敗で並ぶ、14日目に、弟弟子の照ノ富士が白鵬を寄り切りで破る。 援護射撃を果たすなど、優勝争いの先頭に立つ。千秋楽は稀勢の里に、寄り切りで敗れたが、2敗で追っていた白鵬、昭鳳山が、いずれも敗れ、2年ぶり7回目の幕内最高優勝を決めた。優勝パレードは、同年5月場所優勝の照ノ富士が騎手を務めた。2016年2016年1月場所で、自身横綱として、初の2連覇を狙うも、 二日目の小法残戦で、救い投げを食って、黒星を喫す。十二日目、一差で無敗の大関、こと正義区と直接対戦となったが、突き落とされて二敗と優勝争いから一歩後退。この敗戦で通算四百敗目を喫した。十四日目にも各流に小手投げで敗れるも、先週楽では白鵬に勝利して十二勝三敗の成績に止まった。春場所では三日目に、 前頭筆頭にまで上がってきた、新鋭のこと勇気に押し出され、通算25個目の金星配球となってしまう。その後も膝の状態が芳しくなく、6日目に、吉風に、引き落としで破れる。2横綱にもいいところなく破れ、横綱となってからは3回目となる9勝6敗で、終えた。先週楽で、白鵬が優勝を決めたため、5月場所は、 12日目まで2敗をキープし、優勝の可能性を残していたが、13日目に、各竜に敗れて、優勝の可能性が消滅。その後も連敗して10勝5敗で終わった。7月場所は3日目に、沖の海に対して、金星を配給。この日は各竜も途中王山に対して、金星を配給しており、同じ日に2つの金星配給は、武蔵丸。 三代目若野花が敗れた1999年、秋場所11日目以来17年ぶり。9日目までに、平幕相手に2敗するも、10日目に、高安、13日目に稀勢の里と、優勝争いをしていた力士を破り、千秋楽で白鵬を破って13勝2敗の成績で、単独優勝を果たした。4場所ぶり8度目の幕内優勝となる。9月場所は、 場所前の9月3日の稽古でに照ノ富士と17番、取って15勝。キレのある動きで疲労を感じさせなかったが、昔は10倍やっても大丈夫だった。体が重い、疲れが溜まっていくタイプになってきたと苦笑した。兄弟子で不祥離脱中の網二式が重量転落のため、気づけば幕内では最古さんに、俺が一番長くやってるんだよな。 そういうところまで来たんだなとしみじみ言った。本場所では13日目に3敗目を喫するまで優勝争いを演じ、場所成績は12勝3敗。11月場所では11勝4敗に終わり、年間最多勝ちを逃すも、3横綱の中で唯一1年間9勝がなかった点が評価され、優勝2度の白鵬、年間最多勝ちながら優勝のなかった稀勢の里を抑え、 初めて放置年間最優秀力士賞を受賞した。年間成績は67勝23敗で、最多勝力士の年間幕内勝率を下回る、力士の同賞受賞は1975年の30の海以来41年ぶり3例目となる。2017年1月場所は5日目の沖の海との一番で、右足太ももを痛め、6日目はテーピングをして、 強行出場するも症状が悪化し7日目から休場した。7日目の勢い戦は不戦敗となった。詳しい症状は右ハムストリング肉離れで前置まで1ヶ月程度の安静化量を要する見込みと診断され、春間富士の休場は2015年秋場所以来7度目となった。2月11日、NHK 福祉大相撲で復帰し、横綱土俵入りと取り組みを行った。 順調に回復している。春場所に向けて頑張ると話した。約一週間前から、しこも踏んでいるという。三月場所は三日目に二敗を喫し、四日目には、左目付近を負傷するなど序盤が散々な展開であったが、十三日まで三敗と尻上がりの成績を見せた。しかし、残りを連敗したため、結局、この場所は十勝五敗の平凡な勝ち越しに終わった。 4月2日に行われた伊勢神宮法の大相撲では幕内トーナメントに参加したが膝の不調などから1回戦での敗退に甘んじた4月29日30日の2日間にわたって行われたニコニコ超会議場所2017では幕内力士によるトーナメントに優勝賞金100万円とカップヌードル1年分が贈られた5月場所も負傷の影響を残した 満身そういながら、相撲は好調で初日から連勝。19場所ぶりの中日休勤を記録。9日目に足を負傷するもそのまま、10連勝を記録。11日目の三竹海戦は、土俵際で足が、しかし、大関取りを目指していた高安に負けるなど連敗し、優勝争いから脱落し14日目に、白鵬に優勝を決められてしまった。 先週楽も白鵬に敗れ結局3連敗の11勝4敗で場所を得た。しかし、この場所は、各竜、稀勢の里が休場したこともあって、場所後には解禁して、本場所の土俵の屋台骨を支えたことを異分する記事も見られた。八角理事長も、過去8勝8敗と相口が悪い吉風と七日目に、対戦して勝利した相撲を見て、いい流れで、いい巡り合わせになっている。 肘や膝は良くなっていないだろうが、気力で取っていると復調を感じた。7月場所は、初日から連敗。体の状態も悪く、球場の心配も出ていたが3日目からは連勝し、復調。7日目には3年ぶりに首投げを決めて、こと正儀区を倒している。本人は、こと正儀区に昔、首投げ決めたのを覚えてる。十両で、その場所は優勝した。はっはっは。 と笑顔を見せていた。その後6連勝まで連勝を伸ばすが9日目に、裏に敗れて、金星を与えてしまい、3敗に交代。だが翌日から連勝して11日目に勝ち越しを決めた。3敗で終盤まで優勝争いに絡み、5連勝まで連勝を伸ばしたが白鵬が1敗を守ったため優勝の可能性が消滅。その後、千秋楽は、 熱戦の末やブれるも11勝4敗で場所を終えた。先週楽で横綱通算100敗目を喫しており、29場所目での到達は歴代横綱で最速。場所後の武蔵川のコラムでは、怪我の影響で立ち合い負けして押される相撲が多かったと指摘されている。9月場所は他の横綱3人が相次いで休場したため初の一人横綱として臨む。 怪我の治療などの調整不足で3日目からこと将棋区、北斗富士、大野省と3連敗、10日目にも高啓章に敗れ、4金星を配給するが、1人横綱ということもあり、休場せず出場を続ける。その後は、無敗で、トップの合栄道とは星一つの差で先週楽を迎え、直接対決の、本割、優勝決定戦と連勝して9回目の優勝を決めた。 先週楽直接対決から一差逆転優勝は、春馬富士以前に10レアルが4個金星を配給した横綱が優勝したのは史上初。11勝での幕内最高優勝は15日制、定着以来3度目であり、11日目終了時点でついた3差をひっくり返しての優勝は史上初であった。場所後のサンデースポーツの生出演では、 杉浦幸キャスターの問いに対して、おかみさんに何があっても15日勤めてくださいと言われました。支えていただいた方の気持ちに応えたかったですと感謝の言葉を口にした。さらに若手の対等について、新しい時代が来て、ほっとしています。若い子が上がってくると、気合が入ります。精一杯勤めて、次の世代に渡したいとも思っていますとお相撲の新時代を担う。 力士要請への思いも語った。11月場所は初日からに連敗した後に3日目から後日の暴行問題により途中休場。障害事件暴行騒動を調査した日本相撲協会の危機管理委員会中間報告によると、2017年9月場所後の10月25日、秋巡業鳥取場所前日にモンゴル人力士を中心として行われた主席において、 同席した幕内、高野岩に対して白鵬が説教をしている最中、高野岩のスマートフォンが鳴り操作しようとしたため、春馬富士が注意し、高野岩を平手で十数回、カラオケのリモコンで頭を数回殴った。当初はビール瓶で殴打したと報じられたが、ビール瓶ではなくカラオケのリモコンだったと、春馬富士側、高野岩側の双方が認めている。 高野岩の師匠である高野花は10月末に鳥取県警へ被害届を提出し、協会は遅くとも11月2日に問題を把握。関係者に事情を聞いたが、同日に高野岩が高野花部屋の宿舎がある福岡県田川市の市役所へ挨拶に訪れていたこともあり、何もなかったという感覚だったという。高野岩は翌26日の巡業には参加していたが、 11月5日から9日まで入院、11月場所を全休する。春馬富士は11月場所に出場したが2日目まで連敗、3日目に暴行疑惑が報道されると、その事実を認め、左上腕骨内側上下へ及び、左尺骨神経痛との診断書を提出しこの日から途中休場した。事件に関しては、ビール瓶の使用の有無など関係者間で詳細に、 食い違いがあり、高野岩の知人である極集山の証言は嘘だとされるものもあった。教会内には引退を求める声だけでなく、現役続行に理解を示す意見もあったが、横綱審議委員会は、九州場所後の定例会合で非常に厳しい処分が必要との意見が大勢を占めた。11月22日、鳥取県警が春間富士を障害容疑で、 書類送検すると、読売新聞が報じた。11月28日に暴行問題に関連して、報道各社から引退を決意したと報じられた。12月20日に公表された、危機管理委員会報告書によれば、2017年、9月場所中に、高野岩が錦市町のカラオケバーを訪れた際、休場中にもかかわらず飲酒していた。 モンゴル出身力士を出席したところ、その力士に同行していた白鵬の友人と口論になり、この友人が後日白鵬に対して高野岩の言動を報告したことが事件の伏線とされている。引退2017年11月29日、日本相撲協会による処分の決定を待たずして協会に引退届を提出。この日の午後2時に福岡県大財府市内で、 記者会見が行われ、高野岩関に怪我をさせたことに対し、横綱としての責任を感じたと話し引退を表明した。会見には師匠である伊勢ヶ浜も同席し、会見冒頭に、春馬富士の引退を説明した際には涙を見せていたが、会見後半には、記者の質問に対し強い口調で遮るなど弟子である、春馬富士を守る場面もあった。 引退会見で暴行に至った経緯を問われると、先輩横綱として、礼儀と礼節がなっていないと思い、直すのが先輩の義務だと思っている。叱ったことが彼を傷つけ、世間を騒がし、ファンや教会に迷惑をかけることになったと説明。これからのことを思って叱ったが、行き過ぎたことになったと後悔も覗かせた。暴行は遠席で行われたとされ、 春馬富士は主壁について問われると、お酒を飲んで人を傷つけたり暴れたり、酒癖悪いと言われたことは一度もないと断言。酒との向き合い方を問われ、酒飲んだからこその事件じゃないので、これはとこ気を強める場面もあった。最後の質問は白鵬が、九州場所選集楽の優勝インタビューで、春馬富士関と高野岩関を、再び土俵に上げてあげたいと発言したことへの感想であり、 春馬富士は、その気持ちは嬉しかったですと淡々と述べると、師匠と共に再度、頭を下げて、会場を後にした。伊勢ヶ浜は、私は横綱を16歳という少年の頃から見て、北たが稽古で精進したのみならず、社会貢献にも目が届く本当に珍しいタイプの力士だったと回顧。さらに、駆逐壁が悪いとかというような話は聞いたことがなく、 今回なぜこのようなことになったのか、ただただ不思議でなりませんと話したが、本人が一番悪い、他人のせいにするようなことでもありません。これまで支えていただいたファンの皆様、相撲界の方々に心から感謝とお詫びを申し上げますと謝罪した。春馬富士は日本国籍の帰化申請中だったが、引退時点で受理されておらず、日本国籍を取得していないため、 教会の規定により親方として残ることができず、退職して、各界を去った。先輩横綱の朝昌龍は、現役時代に、春間富士を、怒ると俺より怖いと評していたが、この不祥事は、その一面が裏目に出た結果と言える。その後2017年、この事件に関連して、伊勢ヶ浜親方は、日本相撲協会理事の辞任を申し出、12月20日の理事会で承認された。 鳥取地方検察庁が鳥取簡易裁判所に対して略式起訴し2018年1月4日に簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した同年1月4日に高野岩が所属する高野花部屋の師匠である高野花親方が日本相撲協会の理事を解任された同年2月4日朝赤流の引退相撲後に 両国国技館で開かれた朝赤流引退、西木島襲名披露パーティーを訪れた。春馬富士が引退後両国国技館に姿を現すのは初めて。同月28日、伊勢ヶ浜部屋コーチ就任が明かされた。同年8月20日、日本相撲協会は9月30日に両国国技館で春馬富士引退断髪披露大相撲開催を発表した。 9月30日に実施されたが、高野岩は出席しなかった。同年9月1日、古国モンゴルにて、日本の文化や歴史、言語を学ぶ教育を取り入れた、小中高一貫の新モンゴル春間富士学園を設立し、理事長に就任している。2019年2月2日に行われた、高野岩の断髪式の時点ではすでに高野岩と和解しており、三列車の一人として、 高野岩の曲げにハサミを入れた。2021年3月、女性国際大学大学院を修了し、その論文、新モンゴール春馬富士学園創設プロジェクト、全身全霊で行う、小中高一貫教育マイナスが優秀論文賞を受けた。連勝記録、春馬富士の最多連勝記録は、32連勝である。下記に、詳細を記す。ありがとうございます。